っちにおいで。最後に少し話をしよう。思い出したことがあるんだ。昔の夢を見たときに、俺のせいか、煉獄家に行ってみるといい。杏寿郎、よく考えるのです。母が今から聞くことを。なぜ自分が人よりも強く生まれたのか分かりますか？柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。昔からああではなかった。情熱のある人だったのに、ある日突然剣士をやめたり、突然あんなにも熱心に俺たちを育ててくれていた人が、なぜ老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。生まれついて人よりも多くの才に恵まれた者は、その力を世のため、人のために使わねばならない。天から賜りす力で人を傷つけること、私腹を肥やすことは許されません。もっともっと成長しろ。そして今度は広い少年、井の頭少年、君たちが鬼殺隊を支える柱となるんだ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか？立派にできましたよ。